はい、どうも皆さんこんにちは、ビシュマです。今回はですね、また本店から新しいやつが出ました、ニコロディオンのですね、はい、こちらアメリカの、まあ、スポンジボブと前回と同じなんですけれども、こちらの会社アニメの会社かなが作っているですね、ニコロディオンっていうのと本店員がコラボしたやつがですね、また出ましたので、そちらの方ですね、1個、2個、3個、まあ、ダースでね買ってみたと思いますね。そちらを開封していきたいと思います。ちょっと今回急ぎで撮っているので全然情報を調べていないので、情報不足なところもあると思うんですけども、そこら辺はご了承いただければなと思います。それでは早速開けていきましょう。これだけめっちゃ重い。あと娘たち今のどらしなので多分声とかいろいろ入ると思うんですけど、そちらもご了承ください。ちなみに次女が今ここに立ってます。はい一瞬手が大きく見えたね。ということで、よいしょ、開けていきます。はい、早速箱単体のご紹介でございます。こんな感じの見た目でございます。で、ここにですね、本店とニコロディオンのね、なんかいろいろごちゃごちゃ書いてあります。で、今回もですね、アメリカズ住所じゃないと買えなかったっていうので、まあ二重の大変さでございました。関税が高い、まあ、こんな感じでございますね。それではですね、とりあえず全部開けてみましょうかね。36個、はい、よし、お、なんかいろいろ書いてあります。シャキーン、よいしょ、これで12個、面白いな、よいしょ、シュビシュビ、いや、全部出していく。24個チョコ、空っぽ。はい、もう意識つけてみました。いかがでございましょうか。おお、なんか喋ってるね。開ける前はこのワクワク感、開けた後どうなるか楽しみでございます。ちなみに入ってるやつ全然情報知らないので、名前とかその都度またことになると思います。はい、では開けていきましょう。はい、手前に全部集合させたので、開けたやつはどんどんあっちに置いていこうと思います。それではですね、どれにしようかしよう。はい、で、またこの開け方なんですけど、初めたのちょっとそれまだ検証になるんで、でね、あ、そうだ、その前にパッケージも紹介しよう。はい、ニコロディオンって書いてあって、いろいろごちゃごちゃ書いてありまして、で、裏にですね、今回の入ってるものが全部書いてあるという感じでございますね。で、今回種類的には 1,2,3,4,5,7 種類でございまして、その中でもレアいやつとスタンダードのがあるっていう感じでございますね。で、上からラグラッツ、スタンダードが3500個と、あとこれギルドエディションですね、あの縁がちょっと銀色にしてるやつね。とあとキャットドッグ、これはスタンダードだけですね、2500個。ヘイアーノルド、これは3500個限定ですね。これは何、ザ・ワイルド・ストロベリー、ちょっと読み方調べよう。ソンベリーズでしたね、ザ・ワイルド・ソンベリーズって書いてあって、これはスタンダードと、あとこれが多分一番レアいのが250個限定のギルティッドバージョンでございますね。これが多分一番当たりだと思います、今回ね。で、右上行って、リアルモンスターズ、これがスタンダードエディションですね、これ2500個限定で、レンシフリー、これが多分3番目にレアのかな。スタンダードが2500個と、ギルティッドエディションが750個っていう感じでございますね。で、最後が、わかんねえな、文字体がわからん、ロッコス、なんだこれ、調べるわ。はい、ロコーズモダンライフっていう感じでございますね。これがスタンダード2500個っていう感じでございます。なんで3500個が1,2,3で、2500個が1,2,3,4個って感じですね。そのうちギルティッド、ギルティッド、ギルティッドって感じでございますね。これが当たったらいいなぁ。ということで回復していきましょう。まあ7種類なんで数自体は少ないですね、前回よりね。さあ記念すべき1個目、これはどうやって開けるのが正しいんだ。こうやってちょっと見ないようにするね。よ、開け方はこれだってのが、あ、今回柔らかい。あ、でもこれ全部切れちゃうな。よいしょ、よいしょ、ちょっと待ってね。こうやって開けよう。いくぞ、記念目の1個目。なん、絵柄全然わかんないけど。いくよ、せーの。あ、ちょっと待って。せーの。はい、あ、よし。よし、これ全然づらいな。スイー、はい、これは何ですか。多分モンスターズっぽいな、これね。え、なにこれ、何なの。あ、やっぱほら、リアルモンスターズって書いてある。1個目はモンスターズでございまして、これ多分スタンダードですね。2500個限定のって書いてあるんで、ちょっと見えるかな。はい、最初はモンスターズでございました。いかにもって感じでしたね、これね。2個目いきましょう。多分終わりになったらこれが全部ね、山になってます。はい、今回本当にランダムでいくぞ。次はこちらでございます。まず一直線。これね、取れちゃうんだよな。あ、やっぱほら、こうやってね、剥がれちゃうタイプだわ。最後までいかないわ。よいしょ。いやー。こんな感じでいきます。せーの。よっ。開けづらいな、やっぱり。うにゃにゃ。ういっ。じゃがじゃーん、これは何エディションでございますかね。はい、全くわかんない。あ、これ色結構好きだったやつだ。レンシンプリーでございますね。スティンピーか。シンプリーとかなんか意味わかんないこと言ってたわ。スティンピーだね。地味にアンドが入ってあった。レン&スティンピーでした。これ結構ね、好きな方の柄だよね。はい、2個目はこちら。一応被らなかったでよかった。ギリギリのとこに置いておく。はい、3個目。端っこ行こう。映ってなかったけど、ここにもあります。ここに、これの隣にあります。行きましょう。これどうやって切るのが正解なの。こうやって切るとね、下まで綺麗に全部破けないっていうね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いきますよ。せ
せーの、シュキン、あ、モンスターズっぽい、あ、違う、色が違うもん、シュキン、お、かぶらない。僕ね、毎回この動画思うんですけど、あんまりかぶらないですよね、最初の辺ね。お、これはおい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 、一番レアいやつじゃないのかい、これは。250個限定のやつでしょ、これ。え、やば、もう出たよ。何でしょう、これ。ザ・ワイルド・ナーベリーズ。もうこの人忘れちゃったわ。すげえ、ありがてえ。もう一個出たら開けれる。やった、序盤で出ちゃったよ、一番レアいの。ありがとうございます。そして娘がなんかすごいの持ってきた。やばいよ。3個目出ちゃったよ。よし、じゃあもうなんか気がちょっと楽になったね。一番レアいやつが出たからね。あー、また消えちゃった。これちょっと綺麗なしゃあないっすな。よいしょ。さあ次、あ、あそこにシールが貼ってるやつがギルドエディションなのね。さあ行くよ。シールがあるかな、どうかな。とりあえず、あ、かぶらないやつがいいよ。はい、これシール貼ってないわ。あっ、かぶってない、すごい、かぶらないね。ヘイアーノードでございますね。はい、これがロン結構好きだよ。やったー、なんか気が楽だわ。はい、5個目、この段開けて、ね、あ、なんかめっちゃくちゃってなっとる。かわいそうに。はいはい、よいしょ、開けますよ、せーの、よいしょよいしょよいしょ。7種類だから今のところ4種類出てますね。いきますよ、せーの、ほい、お、かぶらない。あー、これね、これも結構人気っぽいよね。これなんだっけ、名前忘れた。はい、ラグラッツでございますね。はい、3500個限定でございます。これも確かギルドエディションあるのかな。はい、よいしょ。さあ次はこれだ、いくぞ。じゃんじゃかじゃーん、今のところかぶりがないぞ。さあ6個目でございますが、せーの、ぴょん。お、これは、お、かぶってない、かぶってないんだよ、すごいよね。毎回ね、開ける順番適当なのにかぶらないっていうね。これはロコーズモダンライフでございますね。はい、こんな感じでかわいいね。よいしょ。7種類中6種類普通にストレートで出ました。これもね、結構ランダムに置いてるのにね、適当にね。毎回そうなんだよ、僕の動画見てもらうと分かるけど。では次、7個目ラッキーセーブンいきましょう。はい、6分の1が終わりました。多分次からかぶってくると思うんで、どっかに乗っけますね。よっしゃ、ラッキーセブンだからな。よっよっ、あんま、あんま関係ないと思うけど、シュビーン、シュビーン、いきまーす。あ、はい、これはなんだ、ヘイアーノードでございますね。多分最後まで名前覚えられなそうだわ。はい、かぶったんで抜けます。次、ほう。はい、次8個目でございます。娘がうなっていますが関係ねえ。よいしょ、早く開けたいんだ、いくぞ。8個目ね、せーの、ぴょん。はい、これは、あ、別通常バージョンですね。まあ、ギルドエディションあるかわかんないけど、これはないやつか。ロコーズモダンライフでございますね。でもこの柄結構可愛いから好きです。はい、ここ置きます。次行こう。はい、9個目。まだ出てないやつどれ？キャットドッグかな？多分。スタンダードで2500個限定のやつなんだけど。間違えたらすいません。よいしょ、開けます。もうこのくらいまで来ると開け方に慣れが。いきまーす。せーの。シュン！あれ？よいしょ！あ、モンスターズですね、これね。あ、そうですね。はい。モンスターズも普通のエディションしかないね。はい、ここ置いてきまーす。なんかいってる。ほい。さあ、早くも10個目です。もう2桁にいってしまった。さあ、10個目。そろそろ、なんだっけ、なんとかキャットドッグするだっけ？あ、欲しい。あ、やっぱり上から開けちゃって、これ。いや、きつい。ちょっと待って。開かな、開かな、開かなすぎなんだけど。ちょっと、ハサミ使います。シュビンシュビンシュビン。はい、なんかこうやってやった方が安全な気がするわ。挟むとかね。せーの、ピョン。なんか言ってる。シュビン。あー、これはアーノードですね。はい、10個目はアーノードでした。はい、娘たちが賑やかです。こうやって開けた方が綺麗だね。はい、次11、11個目でございます。これピーってここまで切ってさ、これでここの間にハサミを入れての方がいいかな。その方が手も痛くならないし、綺麗に開けれる気がする。これが正解じゃね？せーの、ピション。あ、これ初めてだ。これがキャットドッグスかな？あ、ドックスじゃない、ドッグだ。お、はい、これ可愛いね。よかった、当たって。ここに置こう。はい、ここに。とりあえずもうあとはかぶりか、あとはギルドエディションっていう感じでございますね。もう残すはあのシールを見るのみである。まあ、あの250個のやつがもう出ちゃったからね。あとは750と500個のやつが出ることを願うと。で、こっち側だとシール見えないのにね。あ、これは、まあ、同じだね。1個目出ないと思ったら2個目速攻出るっていうね。え、これはスタンダードエディションしかないね。次、ほう。タララッタッタッタ、もうなんかもう気が楽ですよ。250個出てるね。だからもう1個出たらね、開けれるんだけどなーい。痩せる。ピュッ、はい、あ、かぶる。なんで3連続やね。はい。はい。もうこれ何個目だ ?14 個目ぐらい。ちょっと一緒に見てるけど。よいしょ。これで、カード傷つけないようにね。シュッと。いきまーす。シュッ。お、これはなんだっけ、多分これだと思う。シュビ。はーいですね。これはギルドエディションがあるからね。はい、欲しいね。次行こう。シュビ。何個目だ、
14個目だった、合ってたわ。次15個目です。もうちょっとで折り返しだ。さあ、実は丸いやつから開けよう。よいしょよいしょ。さあ、この開け方いいわ。定着になります。はい、僕の自分になりました。よせーの、ピュッ。おお、これもね、ギルドエディションあったよね、確かね。まあでも可愛いからね、これ開けれるから、よくあるとね。はい、さあ16個目でございます。シュビ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 シュ。もう早くから250個のが出ちゃってるから、ね、ちょっと面白みがないかもしれないか。これはもう名前覚えられないけど、モンスターじゃないや。なんだ、どれだ。あー、これか。あ、普通バージョンが初めて出た。一番最初にね、ギルドエディションが出ちゃったからね。はい、スタンダードバージョンでございます。よいしょ、ギルドに乗っけちゃえ。17個目でございます。シャバ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 。もうちょっと、行くぜ、せーの、シュビシュビシ。はい、これは同じだね。はい、あー、これでギルドエディションだった。マジやばかったけど。はい、まあ250個だからね、もう出ないでしょう。さあ、次18個目が折り返しでございます。まだ半分もあると思って嬉しいけど、もう半分しかないと思う。うん、どっちかですね、人生感じ方でいろいろ変わります。はい、せーの、ヒュン。はい、これはなんだ、これか、これだな。かっこいいやつ、あ、かっこいい、かわいいやつ。はい、ティンピーですね。はい、イエイ。はい、19個目でございます。スイスイスイ。まあ、ギルドエディションもう2個ぐらいは欲しい。せーの、ヒュン。はい、これはモンスターですね。はい、3個目、こうなると思うんですわ。さあ、記念すべき20個目でございますよ。ギルドが来そうな気もしなくもないわけでもない。はい、シャキン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 。おい、マジかよ。来たぞ、おい。おわお、ラグラッツ500個限定のギルド出ましたよ。シャ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 。開けようかどうか悩むね。でも出たよ。1位のやつから出るんだね。で、2位のやつですね。次、3位の750個限定のこの子でございますね。やったぜ、ウィース。君には星をあげよう。さあ、21個目でございます。ギルドエディションな気がするって言ったら出てくれるのかな。そういったら何か言うわ。あとギルドはあのこれだけだよね、多分ね。いわせーの、ひょ、これギルドないやつだ。おー、でも可愛いからいい。はい、もうギルドじゃないやつはもうあれだね、最悪になるよ。はい、いきます。はいはい、これね、みたいな。 あ、そうか、これギルドあるやつかもしれないですか。はい、なかったです。思いが足りないのかもしれません。はい、次23個目かな。はい、23個目でございます。あ、このハサミ画期的でございます。はいはい、なんか娘がどんどんやってるよ。はい、いきます。おー、いったっす。よし、はい、これは、あ、そうだね、ギルドエディションだったやつね。よいしょ、はい、星さん、さよなら。よし、次は24個目、24、ジャックパワーでございます。よいしょよし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 、ピシュン、シュビン。はい、これは多分一番右のやつだ。はい、ギルドエディションは何もないやつですね。はい、シュビン、ちょっと斜めのやつだ。さあ、25個目でございます。あー、お手元が少なくなってきたよ。ででででてーん。はい、あ、これここ触るともうシールがあるかないか分かっちゃうね。はい、キャットドッグでございます。まあどっちにしろこれギルドエディションじゃないけど。はい、次でーす。26個目でございますね。チョキチョキチョキンチョキンな。いきます、せーの、シュビン。はい、あ、シールがある。ないですね。全然自分の感触頼りなんだよ。チョビ、はい、よいしょ。何個目分かんない、5目。はい、シュビシュビシュビっと。まずシールが、あー、これないわ。はい、シュビン。はい、なんかトラっぽいやつ、これじゃない、ヒーターか。はい、次28個目でございます。スイッチャ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 。まだ見えるんだ。シュビ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 。ギルドエディションじゃないわ、この箱が違う。はい、これはこれだ、一番多いわ。アーノルドでございますね。あ、この子がアーノルドなのかな。はい、次29個目でございますよ。はい、ちょっとあれやっぱ手触りで触るのやめようかな、やるのやめようかな。ちょっと面白さがないから手に触ろう。あ、またアーノルドやないから触らなくてもわかるわ。さあ、次記念すべき30個目、ギルドエディションが出るといいな。750個のやつ、というかぶっちゃけこれのギルドが一番好きだったんだけどね、なんかね。はい、行きますよ。チョキチョキチョキな。せーの、ギルドエディションでありますように。はい、まず違うわな。シュビン、あ、違ったわー。しかもギルドじゃない、チーターです。さあ、あと6個、もう1列にしかないよ。1列1個しかないよ。どっから行く、どっから行く、どっから、こいつは。じゃあちょっと攻めよう、行きますよ。あー、もうあと6個しかないじゃん。10分前ぐらいはバラ色だったのに。はい、せーの、あーですね。はい、もう冷めたもんです。どれにこれ、よし、あ、やっぱ止まんなく最後にしよう。どうしよう。はい、別に大丈夫、なんか関係ないんだけどね。はい、行くぞ行くぞ行くぞ、よし行くぞ。よしよしよし、
せーの、プチュイーン。はい、これは、あ、これですね、ギルドエディションがない悲しい。あと4個じゃん。これが真ん中だったから、これ最後に開ける。さあ、どれにしよう。ってこれにしよう。よっしゃー。おお、すげえ荒ぶってる音がするぞ、これ。うわー、ギルド出ないかな、750個の。てか、被らないかな、ギルドエディションはやっぱり。いくよ、せーの。よし、せーの、ヒュー。モンスターだからギルドはない。はい。あれ、モンスターズあったんだっけ？ないよね。ないね。さあ、どれにしようかな。今んとこ、これが3個しか出てないね。一番少ない。よし、これにしよう。シュミーン。うわ、あと3個とか。マジかよ。これは現実ですか？はい、せーの、シュミーン。あはは、ノルトね。はい、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 ノルト。はい、あと2個だよ。はい、これ。お願いします。ギルドのね、50個のやつ出てくれ。お願いします。シュミ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 。いくぜ。せーの、シューン。あー、違う。久々だね。最後だよ。さ、最後。こいつがですね、このスティンピーのギルドエディションだったら、もう、バンバンザイ。100% 勝ちでございます。まあ、250個出てるから勝ちなんだけどね。引くよ。いきますね。あ、緑が見えてる。違う。モンスターズじゃねえか。あ、違うわ。チュイ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 。あー、これでギルドだったらめっちゃ安かったんだけどねー。以上でございました。終わった。はい、ということで結果はこんな感じでございました。まあ、ギルドエディションね、あれとあれ2つ出たから、まあよしとしましょう。そして2倍宝の山だったのがあります。はい、まあこんな感じ。個数も数えていきましょう。とりあえず一番右が3個って少なかった。はい、ざっとですね、並べてみましたが、少ない順で3個、4個、4個、5個、5個、これ7個、8個っていう感じ。アーノルドの主張がすごいわ。8個も出ました。はい。で、そのうちね、ギルドエディションが2つという感じでございました。このね、200じゃない、750個限定のは出なかったけど、一番最初にこの子が出ちゃったからね。まあ、よしとしましょう。250個なんでね。まあ、なかなかの勝利なんじゃないですか。ただ36個でギルドエディションやっぱ2つしか入ってないっていう、こういう確率なんですね。まあ、しゃあねえ。コンプはできなかったが、よしとしましょう。っていう感じでございました。はい。でね、この2つは開けようか開けまいか悩みますけれども、もし開けたとしたらですね、今後ショート動画だったりとかに出そうと思いますので、チェックしていただければなと思います。あ、あいつ開けたんだなというふうに思っていただければなと思います。なので、ね、それを見たい方はぜひチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。で、一応ですね、こちらもですね、メルカリベースで販売しようかなと思っておりますので、そちらですね、概要欄チェックしていただければなと思います。はい、ということで、最後まで長らくご視聴いただきましてありがとうございます。よろしかったら高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。まあ、ショート動画の回ですけど、バイバイ。序盤でこいつが上がってテンション爆上げだったけども、下がってたね、テンションね。はい、当たったから文句言うなよって話です。ということで、バイバイ。カシャカシャの音が、あー、誘惑ですわ。はい、バイビー。よかったぜ、250個ゲット。